ヘイズルーン。18世紀アイスランドの写本 SM66 より。ヘイズルーンは北欧神話に登場するメスヤギの名である。このヤギはエーンヘイヤルのために三つ子を作り出す。英語ではしばしばハイドルーン、ヘルーン、ハイスラン、ハイドルーン、ハイスラン、ヘルーンなどのように綴られる。ヘイズルーンはスノーリストルルソンの三分のエッタ第三十九章の中で 紹介されている。それによると、ヘイズルーンは、バルハラにおいて、その後ろ足で立ちながら、レイラズと呼ばれる一番有名な木の芽をかじっている。ヘイズルーンの乳首から流れ出す、三種が毎日大釜をいっぱいにし、永遠ヘラルは、全員がいっぱいずつ飲めるとされている。ヘイズルーンは、スノーリの説明によく似た表現で、シノエッタの、グリームニルの言葉第25節の中でも、 説明されている。バルハラで、レーラズのこの葉を食べるヤーギは、ヘイズルーンと言い,い、飲み物を欠かさないために、三つ種で器を満たす、とされている。スノーリが、グリームニルの言葉にある節を引用していることから、彼がこの節も知っており、ヘイズルーンについて記述する際に、それを参考にしたと仮定することは妥当である。ヒュンドラの歌においては、 女巨人のヒュンドラが女神フレイヤに話しかける場面で、フレイヤは夫、大津を愛しつつも、オスヤギの間を飛び回るヘイズルウーンのように、夜には外を飛び回るといった、おどけた表現で言及されている。ただしこの不死のヘイズルウーンは前述のヤギではなく、身柄な獣としての一般的なヤギを指していると、されている。エッタ古代北欧歌謡集59ページの解説によると、 レイラズがユグドラシルのことかははっきりしていないという。日本語訳にあたり直接参照していない。ありがとうございます。